1999年、東京都である事件が起きました。一人の男が、とんでもなく身勝手な動機により、引き起こすのです。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる深川弘樹は、神奈川県で育ちます。深川の実家は、電気工事店を営んでいたそうです。そんな過程で、成長していく深川は、高校を卒業後、製鉄所に就職しています。そこで3年ほど働いた後、退職し、家業である電気工事店を手伝うようになりました。そうして一見すると特に問題もなく暮らしているかのように思えた深川ですが、彼にはある欠点があったのです。何でも女性の前では見栄を張る習性を持ち合わせており、分不相応な支出を繰り返していたそうなのです。そうして女性と遊ぶためにお金を使いまくっていた深川は借金にまで手を出してしまいました。その借金はどんどん膨らんでいき、自分ではどうにもこうにもできなくなっていきます。ただそんな深川に父親が助け舟を出してくれました。なんと全額借金を清算してくれたというのです。こうして一時はどうにかなりそうだった深川ですが、父親が借金を返済してくれたおかげで元通りの生活を送ることができました。しかしこの男の脳みその中には反省という言葉はなかったようです。驚くべきことに生活態度を改めることはなく、交際相手を喜ばせるために出費を重ねていったというのです。さらにまたもや借金を繰り返していき、やがて返済できなくなってしまいました。こうして追い詰められた深川はとんでもなく無責任な行動に出ます。なんと事件を起こす2年前である1997年に東京へと逃げ出して行方をくらましてしまったのです。このように信じられない思考回路を持っていた深川ですが、生きるためには働かなくてはなりません。そこで彼は新聞販売店に就職しました。ここでは意外にも真面目に働いていたようです。ところがどっこい、この男が真面目に働いていたのはごくわずかな期間でした。というのも彼は韓国クラブのホステスに夢中になってしまったのです。そして彼女を喜ばせようとクラブに通うお金や贈り物の費用をどうにか用立てる必要がありました。このお金を捻出するために深川は会社や同僚、知人などから少しずつお金を借りていったのです。こうしてかき集めたお金を貢いでいくことで、やがて深川の思いが通じたようで、ホステスと同棲することができたのです。二人が同棲を開始したのが事件を起こす2ヶ月前のことだったといいます。とはいえ深川は憧れのホステスと同棲をするだけでは満足できない男だったのです。どうやら独占欲が強かった深川はホステスが他の男性を接客することに我慢できなくなってしまったというのです。そこで深川はホステスにクラブを辞めるよう頼んだといいます。ただホステスはクラブを辞める気などさらさらありません。そうして2人の思いが対立していく中、深川が諦めることはなく執拗に迫っていったのです。ホステスは深川の要求を諦めさせるため嘘をつくことにしました。その嘘というのがお店に200万円の借金があるので辞められないというものだったのです。さらにホステスはもうすぐ親戚との集まりがある、私が大阪へ出発するまでに200万円を作らなければ絶対に辞めないとはっきり言い放ったといいます。このように条件を言い渡された深川はホステスの嘘を真に受けてしまうのです。そして200万円という高額な資金を得るために職場の同僚や新聞店の顧客に手当たり次第当たりました。しかしいずれも断られてしまいます。とはいえ諦めない深川はさらに心当たりを考えました。そのうちに新聞店の顧客で東京都江戸川区に住んでいた A 子さんに借金を申し入れるしかないという思考に至ります。A 子さんは当時65歳で弱視というハンディキャップを乗り越えてスーパーマーケットで従業員として立派に勤め上げています。そして書道や俳句のサークルに属して老後の人生を楽しんでいました。また彼女は母親の B 子さん、当時91歳と同居していたそうです。 B 子さんは高齢だったものの家事を行えるほどの健康状態で、本件が起きる3日後には92歳の誕生日を迎えるはずでした。こうして親子で協力しながらつつましく生活していたのです。
そんな親子のもとに深川という悪魔が近づいていきます。そして A 子さん宅に訪れたのですが、その際は留守だったそうです。しかし諦めない深川は少し時間を空けて2人の元を再度訪ねました。その際に A 子さんは在宅していたのですが、なかなか借金の話を言い出せず帰ってしまいます。走行している間にホステスが大阪に出向く1999年4月19日がやってきました。もう時間がないと焦った深川は次のように考えます。やはり A 子さんに私の父親が癌であるなどと作り話をして借金を申し込むしかない。このような嘘を思いついた深川は同日の午後4時過ぎに A 子さん宅に赴いたのです。その際 A 子さんは自宅におり、 B 子さんは眠っていたといいます。なんだかんだ理由をつけて A 子さん宅に入っていった深川は彼女と雑談をしていました。そして帰り際に靴を履いたのですが、次のように切り出します。どうしても早急にお金が必要なんです。お金をお借りしたいのです。この申し出に A 子さんはそれまでの態度を表現させて次のように返してきました。こんな年寄りがお金持ってるわけないじゃない。あんたバカじゃない。新聞屋は借金している人が多い。あなたはもう二度とうちには来ないで、早く出て行って。彼女は顔を真っ赤にして怒り出したようで、深川のことを手で追い払うような仕草をしたそうです。しかし深川は A 子さんの態度に憤慨し、とっさに A 子さんを手にかけようととんでもない意志を持ってしまったのです。そして一度履いた靴を脱いで上がり込み、 A 子さんの首を両手で圧迫しました。これにより A 子さんが目を閉じてぐったりしたため、深川は彼女が息絶えたものだと思ったそうです。その後気持ちを落ち着かせるために台所に行き一服しています。そして深川は B 子さんが眠っている部屋を覗いた後、 A 子さんが横たわっている様子を見に行きました。すると彼女の足が動くなどしており、生きていることに気づいたのです。そのためまたも彼女の首を圧迫し、再び身動きしなくなりました。その後深川は洗面所に行って手を洗っていたのですが、ふと A 子さんの方向を見ると彼女が体を起こそうとしていることに気づきます。この光景を見た深川はさらに恐ろしい行動に出るのです。なんと服に入れてあった軍手を両手にはめて、台所にあった刃物をつかみ、 A 子さんに手加減せず振り下ろしたのです。その直後深川は B 子さんの方を見ると、彼女は上半身を起こして深川のことを見つめていました。 B 子さんに目撃されたと思った深川は、信じられないことに彼女のことも手にかけようと決意します。そして B 子さんにも刃物を振りかざしました。これにより B 子さんもその場に倒れてしまいます。その後深川は現金を奪い取ろうとタンスなどを物色しました。ですが物色中に A 子さんと B 子さんがまだ生存しているということに気づきます。そこで深川は確実に A 子さんと B 子さんを手にかけて現金を奪おうと思ったのです。そしてこたつのそばに置いてあった立ちばさみを手に取りました。さらに立ちばさみと先ほど使用した刃物を使い、 A 子さんおよび B 子さんを手にかけたのです。こうして何の罪もないつつましく暮らしていた親子の命を奪ってしまいました。そして深川はさらにタンスなどを物色していますが、結局現金を見つけることはできなかったといいます。そのため逃走することにしたのですが、犯行が早く発覚することを恐れて雨戸やガラス戸などを閉めました。また自分が吸ったタバコの吸い殻を拾っています。そして宅内から玄関の鍵を盗んで施錠したのです。犯行現場から逃走した後も深川はホステスと約束した200万円を手に入れようと画策しています。そこで彼はある人物を頼ることにしました。その人物というのが自分の販売担当区域に住んでいた C 子さんという女性です。驚くべきことに深川と C 子さんはそういう関係だったそうなのです。つまり深川は独占欲が強く、ホステスに対してはクラブを辞めるように執拗に迫っていたのにもかかわらず、自身は外で他の女性とそういう関係になっていたというわけです。そして深川はイケシャーシャーと父親が癌で入院し、一日でも
長生きさせてやりたいので手術を受けさせたいが、それには200万円かかるなどと C 子さんに嘘の話をしています。彼女は深川の話を信じてしまい、なんと現金で200万円を用立てました。こうして難なく現金を手に入れた深川は、その翌日にホステスが出かけていた大阪にまで出向き、ホステスに現金を渡しています。その一方で、事件から4日後の4月23日、 A 子さんと B 子さんは訪ねてきた親戚により発見されました。その後、深川は逃走資金とホステスに渡すための金を得るために3回にわたり C 子さんから219万円を騙し取り続けています。つまり深川は C 子さんから合計で419万円を騙し取っていたのです。それだけではなく、彼は新聞販売店の同僚から11回にわたり合計538万円を騙し取っていました。そして警察の捜査で深川の関与が浮上したため、任意で事情聴取を行っています。ただこの時は自分の犯行を隠して全く口に出さず、直後に失踪しました。そしてホステスや家族から捜査の状況を伺いながらも、東京都内のホテルなどを転々として逃走生活を送ったのです。ただ事件から約1ヶ月後、警察が深川を発見し再度事情聴取したところ、犯行を自供し豚箱行きとなりました。裁判では被害者のご遺族が意見陳述しており、次のように訴えています。実家というところは非常にいいところだったのに全滅しました。極刑を望みます。そうでなければ二人が浮かばれません。霊柩車が2台連なって入ってきたのを見て本当に悲しかったです。よくこんなことができるのかなと思って、犬畜生にも劣る悪魔ですよ。やられたようにしてやり返したいです。一日も早く極刑を望みます。判決公判で裁判長は、犯行の背景には借金を繰り返してきた深刻な金銭感覚の麻痺とホステスへの異常な執着心がある、ホステスの関心を買い独占するために生命さえもないがしろにする発想は自己中心的で、身勝手極まりなく犯行は必要で残虐、被告に有利な事情を考慮しても極刑で望むほかないとして極刑を言い渡しました。しかしこの判決を不服とした深川はちゃっかり控訴しています。控訴審で深川は次のように語りました。決して命をもってしても償いきれる罪ではありません。生きてはいけないと判断された以上、生きていることに毎日がはばかられる思いです。でも命をもって償うことだけが償いではないと思っています。どうすれば償えるか、今それを一生懸命模索しています。償いきれるものではないからこそ、簡単なものではないと思います。このように訴える深川ですが、控訴は棄却されました。そして上告するも自ら取り下げたため、2003年1月29日極刑が確定したのです。刑が確定してから約4年10ヶ月後となる2007年12月7日42歳の時に刑が執行されています。法務省はそれまで執行の事実と人数だけを公表してきましたが、このタイミングで初めて氏名と執行場所などを明らかにしました。あまりにも身勝手な動機により引き起こされた本事件、極刑判決を受けた者は刑の執行まで平均約7年9ヶ月かかるため、深川の場合は比較的早めに執行されています。被害者のご冥福をお祈りします。